はい、こんにちは。即課塾の久保でございます。あの、黒田総裁は、利上げをしてないって言うんですけども、どう考えても、利上げの効果がマーケットにありますよね。まあ、その影響が早速出ております。え、1月に、固定型住宅ローン引き上げ、三菱 UFJ と三井住友、他銀行も追随ということです。だから、こうなるんですよ。結局は。で、 この利上げが進むと物価が上がるかっていうと今の状態では物価が下がる方向に行くと思います。まあ正確に言うと物価が下がるというよりもデフレに戻るってことですよね。まあ今もデフレが継続してると言えなくもないんですけども一部ではねデフレではない状態みたいな曖昧な言い方をするんでまああくまでもねこのデフレではあると私は思いますけどもまあデフレじゃないかもねぐらいに思っておきましょう。でも結局こんなことをするとデフレになっちゃうでしょ。まあというのが 住宅ローンが引き上げられちゃうと住宅を買おうかっていう人が当然減るわけじゃないですかまあ金持ちはねボーンと買いますよでも頑張ろうかなと思ってる人ローン組もうかなと思ってる人はああじゃあやめとこうかって形になりますで場合によっては変動型金利にも影響が及んで変動型の金利が払えないもうすでにローンを組んじゃってる人もいるわけですからそうなると住宅を手放して、えー、もうね、えー、残債をチャラにしようという方も出てくるわけですよ そうなると、マーケットには住宅がどん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 投げ売りされることになって、物価が下がるわけじゃないですか。で、家がね、中古市場にどんどん出ていくと、当然家っていうのは人が住んだら、冷蔵庫や絨毯やテーブルがその中に入って、電気やガスの消費活動も起こるわけでしょう。住宅の補修も定期的に起こりますよね。ですんで、家が誰かによって住んでもらってる状態っていうのは、経済を活性化し続けて、結局これが、 あ利上げっていう方向に自然に向かうわけなんですよねそのためにも今利上げをしちゃダメなんですよ、ね、利上げをすると何が起こるかっていうと先ほどもお申し上げたように家が変わりにくくなってですねむしろ中古市場にに家が安値でででどどんんん出てくるることになるんですよで住んでない家が増えますんで結局はね、うん、なんかこう商品も売れないし不自由な暮らしを中古品をかき集めて集まるっていうことになりますよね で、記事にはこういう風うに出てます。三菱 UFJ や三菱住友など大手銀行が来年1月の固定型の住宅ローン金利を引き上げる見通しであることが分かった。日本銀行が20日に金融緩和策を一部修正し、えー、長期金利が上昇したことが理由。そりゃそうでしょう。他の銀行も金利引き上げの動機に追随するということですよね。れはこうなるに決まってますよね。 日銀の総裁ともあろう人がこんなことに気づきませんでしたと。利上げのつもりはありませんって言ったって、つもりはなくても、金融緩和を一部修正すれば、マーケットで利上げの効果が起きるってことは簡単にわかると思うんですよ。で、今ね、ご覧いただいてる記事の関連記事なんですけども、ちょっと切り替えてみましょうか。あの、こういうふうに出てますよね。関連記事の一番上。固定型の住宅ローン引き上げ。 返済額にどう影響ってあるわけでしょね。変動型にもリスクがってあるわけでしょそれはそうなりますよね。<laughs> ちょっと単純にクリックしてみると、こういうふうな記事になってます。固定型の住宅ローン引き上げ、返済額にどう影響、変動型にもリスクが。要するに、黒田総裁の発信によって、リスクの問題がここで顕著になってきたわけですよ。 まあどうしたもんですかね。まあ打つ手がなくてこうせざるを得なかったっていうことなんでしょうけどもそこを打つ手を出すのがあんたの仕事でしょ黒田総裁。と思うわけですよ。まあ、結局財務省も日銀もガ首揃えて右から左に何をやってるんですかってことですよね。どっかに知恵を働かせてほしいかなと思います。だって利上げするかしないかの決断だけなのにこんなことでね宿泊してるわけですから。 長い長い会議をしながら一体何の結論を出してるんですかってことですよね。まあ大バカもんですよ。